ボールペン取り出しつつ取り出しも何のていうかっていうのは、まあ、イラストの描き方ということでね、ちょっとうるさい、イラストの描き方と題して、イラストの描き方でね、その書き方で、カッコね、経済の見方、これ地味の見方でね、イラストね。でね、これですよ。でね、でね、これですよ。ループみたい。それでですよ。これですよ。何？それですよ。これでね、どういう風に書くかっていうと、どう書くかな。普通こうよね。2、3、4ね。経済の見方で、まあ、こういうものがあったと。私もこういうのはなかなかしないんで、ここにね、なんていうかこんな。でですよ。こういうインサート部位みたいなことで、こういうのがあったってことで、こうなってきた、こうなってきた、縦が下だったかな、まあいいや、ちょっと違ったかな、まあいいや、これ、こっちは2や、2でね、画面がこうなってて、インサートね、こうなってと、中でね、画面の中でこうなって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 で、画面がね、こうなってて、何？こういうなんか、でね、中古4000円。あった。こうなってまあその
経済の見方言ってるのは、その、なんちゅうかな、結局こうなっとるんですよ。例えばね、一番が、その、インターネットの取引画面だった時で、まあ、2番で遊ぶと。で、3番で入るかどうかってなって、4番目にね、中古、あ、それ言っていいんかな。例えば、その、株価情報なんとかサイトのところにさ、なんかその、お金とは関係ないような販売のなんか、商材とか、あれ、サイト内の自社アフィリエイトでしょ。だからその、例えばね、そのコイン投入機がね、で1回1回のそのコインで成り立つかもしれんけど、これ中で十分働いてるのはどうやって生きていくんって言ったらやっぱそういうのよね。だからそのサイトがよく使われてないといけないんですよ。いや、そうやと思うよ。だって純正にお客さんから預かったお金で運用とか言ってもさ、できるそういうこと。お客さんの預かったのに運用とかしにくくない？なんかお客さんのお金で運用とかさ、だっていつ欲しゃるか分からんし。でもそのインターネットのまあエフェクトの株なりの画面見てるさ、広告があるやん。でそれでなんとか持ってんのないかな。例えばサイトを作ったりとか。言ってるのはね、経済の見方っていうのは、その例えばコイン投入機とかね、画面とかゲームの中のプログラミングとか、最後のね、中古4000円ですけどみたいなのはね、そこに経済があるんですよ。だから俺はそのいつも思うのはね、そのいろいろその株とかで FX って手数料があるじゃないですか。あのお金どう回ってんのかなと思って。じゃあね、サイトの会員数閲覧数大きいところはやっぱりその手数料が小さいんやと思う。その代わりその画面がね、中古4000円の中古クラブとかが、クラブって中古キャディバッグが安いんやないかなと思って。安いっていうか、そのなんていうのかな、薄利多売型みたいな。じゃあね、そのゲームやってね、最後にね、中古4000円のキャディバッグですみたいなこと言われるの、そんな嫌やと。ゲーム丸ごとね、挑戦するか分からんけど、それね、自分で遊びたいねんみたいな。そんな広告いらんから、だからそういう風にしてマニアさんやればいいと思うんですよ。ただそこでね、そのまあコインが100円だったとして、100円の方が安上がりかなっていう人はそういうことやってればいいけど、でも相当マニアってこのゲームは絶対やりたいと。たらね、1日このゲーム40回やったとしても毎日遊べるわけやから、家庭用ゲーム機の方がソフト自体は安上がりですよ。それがね、経済の見方です。わかります？言ってること。だからそのニュースの見方もそれっすよね。例えばね、アナウンサーさん綺麗に出てると、衣装もつけてると、でその、まあ、今なんていうの、コーディネーターのファッションので化粧もされてると、まあ後ろに私化粧、私的な化粧もしないんで、コスメティックアーティストがおるっすよ。でアップで出たりとか、要するに立ち姿で、要するにその、まあ、タイトスカートやけどね、まあなんていう、別に問題ない程度に出るじゃないですか。そういうの見た時にセットがどうとか CG がどうとか、ニュースのね番組の中でどういうお金が回ってるのかなっていう。それに俺が前言ってたそのだけの番組でね、放送部とやったっけ番組で、あセット作ってくれてありがとうみたいな、このセットにちゃんと払ってるよねみたいな、ああいうのがこう経済の見方かな。皆さんはね、何度も言う、まあこの前ご飯の話したけど、例えばあコインがこのホールに入るかなどうかなっていうとこやと思うよ。違うよ、俺が見てるのはね、そこでそのコインをね、財布から取り出して出る瞬間、お客さんどういう顔するのかなとか、あとそのインサートって字が書いてあるそのフォント、実
体はどんなもんかなとか、この距離で3分間のゲームで3分以内で終わったら持つけど、5分やってしまったらどうなんかなと、回転するのは儲からんだね、このコイントーニキみたいな。んで中古4000、あ、もう言わなくていい、そういう話。そっちの方見るんですよ、テレビ見てても。あの、どういう風にお金回ったのかなみたいな。それは女だからっていうこともそうかもしれんけど、昔からそういう風にテレビ見てるんですよ。やっぱそのただね、お金がビッグでどうのこそんなんじゃなくて、あの従業員さんどんくらいかかってんのかなとか、そのテレビ局ビルディングが、こんなんでテレビ局って儲かんのかなとか、電波の電気でどんくらいすんのかなとか。もう一回例えるとね、じゃあそのニュースでね、うわーっとなんかナイフ持ってる人がうわ危ないみたいな、でインサートって、ね、インサートって連絡来て、うわー行ってみて、コインがみたいな、で最後あの傘捕まって中古ナイフ4000で でしたみたいな。で逆にその護身用にあのくらい安全なんなんかなんいいんじゃないかみたいな言ってる人いると思うよ。そっちの方が気になるんですよね。以上。